次で最後になります。ちょっと長くなるんですけど、これはこれまだあと続きます。松尾芭蕉のクロソニクに出てくる平泉町、夏草や強者どもが夢の後ですが有名ですけど、その前のその飛行部のところがあるんです。でこれも自然で吟ずることができるんです。でちょっと簡単に説明しますけども、この三大の栄養を一睡のうちにしていくとですね、この芭蕉が奥の細道でその岩手県平泉に行った時のことなんですね。昔藤原三代がこう栄華を築いたところに行って、大門の後は一里子の中にあり、出平が後は伝屋になりて銀天山の御方城に、もうその栄華はなくなっても、その大門の後とかそういうもう滅びた後としか残ってないと。で金鶏山っていうのはその富士山をかたどった金の鶏を埋めた山って言われていて、そのすごく栄華の象徴でもあった。その山しかも残っていない。でまず高立に登れば北鎌倉川南部に流れる大河なり、衣川は泉ヶ城を巡って高立の下にて大河に落ちる。これも芭蕉が見た景色ですけども、もう何も残っていない。で安平らが旧石は衣が石を隔てて南部口を差し掛け蝦夷を防ぐと見えたり、その蝦夷がこう上から戦略するのを防いだところだなっていう歴史の話をしてます。でさても義心すぎてこの城にこもり光明し必ずなる。で義心っていうのは義経のこと。義経がそこで自害することになるんですけど、そのことを思って芭蕉を書いてます。で、光明も一時の草むらとなった。で、ここで、国破れて山があり、白春にして草を見たりと。これは、徒歩の有名な春峰という漢詩の一部ですね。そこをこう引いて、その通りだって芭蕉は思うんですね。で、かぶっていた傘を、敷いて時の移るまで涙を落としはべる。でこの後夏草やつわものどもが夢の後っていう夢の俳句が生まれたんですね。でちょっとその後も少しも続くんですけど、まあ、ここまでさっきのところからここまで詩吟で吟じます、はい、で少しまあ長いんですけど、やっぱり節をつけると覚えちゃうんですよね、はい。でですね、この歌には私とっても思い出があって、すごく詩吟の上手な憧れの先輩が昔発表会でこれを吟じててですね、本当にかっこよかった。まさに涙を落としはべらないですけど泣いちゃったんです、私感動して。で絶対この歌は自分でも吟じられるようになってやろうと思って、でそこからもう芭蕉がすごく好きになって、それまではその芭蕉を吟じるってこともあんまり習ってなかったんで、こういうのができるんだと思ってすごく詩吟が好きになって、でさっきみたいにいろいろ行く春やとか、つかもごくなんかも、勉強して吟じられるようになりました。で詩吟が好きになるきっかけに芭蕉があったん でそういうのを、聞いていただけたらなと思っております。じゃあ最後に大丈夫で、本来の詩吟は先ほどみたいに全くの無伴奏でやるか、あるいは尺八とかポットがついてちょっと音楽として成り立つんですけど、今日はですね、琵琶ギターという、ちょっと琵琶にも似てるんですけど、改造ギターみたいなやつですね。東京の花村楽器さんのオリジナルギターなんですけど、これを伴奏にして、演じたいと思います。
愛の栄養一睡の内にして問いもんの果てはOh.
夏草や強者どもが夢の本日はありがとうございました。